セントスズランに一人で？もう何回言ったら分かるんですか、スズランだけは絶対ダメだって言いましたよね。でもさ、ラオウにさ、ラオウが一番ダメ。いいですか、スズランのラオウ、それはもう恐ろしい伝説を持つ怪物なんすからね。怪物？で、そのラオウってのはどんな伝説持ってんのよ。お、邪魔の不良雑学アイスバールズ。始まりますって。やれやれ。では伝説その1、黒崎工業殴り込み事件。伝説その2、高速道路封鎖事件。伝説その3、よしこれだ、スナックルビー消滅事件。ラオウが高1の時、とある市のバスへにあるスナックルビーでもうベロンベロンに酔っ払って、おい飲め。はあ、俺の酒が飲めねえのか、バカーン。カウンターにいた客と大喧嘩。止めに入った店の人や他の客も入り混じっての大乱闘。怪我人多数、カウンターにいた人は半殺し。スナックルビーはそのまま店じまい。嘘つけ、コイチがスナックで飲めるかよ。とにかくラオウには山ほど伝説があるんすよ。もう半端ないっすか。じゃあ九条さんも伝説作っちゃいましょうよ。ダメだって。ダメダメ、うるせえよ。俺らにダメは逆効果だぜ。だあ、もう話になんない。司さん、あれ司さんはもうまだ来てない。うわ、完璧遅刻じゃねえかよ。